はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と、このビデオでは、えー、と、評価の続きですが、ロールプレイについて、えー、お話ししたいと思います。えー、と、ここでは、あの、レジでお金を払うという、そういう、あの、キャンドゥの場合ですね。で、こういうキャンドゥの場合は、えー、会話が必要になりますので、えー、ロールプレイで評価するのが普通です。えー、ロールプレイでは、ロールカードというものを作ります。 えー、ここでは日本語で書いてありますけど、A1 レベルの場合とか A2 レベルの場合は、あの、タミル語とかヒンディー語とか、そういう、えー、学習者もわかる言葉を一緒に書いておいた方がいいと思います、えー。そうでないと会話の力を評価するはずなのに、ロールカードの読解力で点数が変わってしまうということがあるからです。 えっと、二つ前のビデオでお話ししました、妥当性とか信頼性の問題が出てくるわけですね。えー、なお、えー、ここに、えー、出ているのは、あの、比較的シンプルなロールカードになります。えー、ここでは以下のようなものを、えー、あの準備しておくわけですね。 はい。もう少し本当らしいロールカードとしてはですね、このようなものもあります。クレジットカードが使えれば、高い地図を買ってですね、クレジットカードが使えない場合は現金で安い方の地図を買うという設定になっています。ただしですね、クレジットカードを使うかどうかというのは学習者の状況によりますから、あらかじめ学習者に聞いて、聞いておいてロールカードを作るとか、 あるいはどちらを使うかは学習者が自分で選択できるようにしておいてもいいと思います。はい、えっ、ー、と、あの、ロールカードを作るときにはですね、あらかじめどんな会話があの必要なのか、それを想定して作っておくと便利です。 で、えっ、ー、と、これはですね、あくまでも、あの、例の一つなので、えー、この通りに話せるかどうかをテストしてはいけません。で、えー、今皆さんが見ているのは、えー、カードが使える場合の想定会話ですね。えー、なおですね、あの、えー、学習、あすみません、えっ、ー、と、店員の言葉の中に、え、ピンカードとかですね、あるいはいたしますとか、ご必要ですかとか、そういった難しい言葉がありますね。で、こうした言葉は、 理解できればいいので、学習者は言えなくても全く構いません。ですので、えー、それを言えるかどうかは評価してはいけません。で、評価しないわけですから、えー、バックワードデザインの考え方では、えー、教えるときにも、学習者がこの2つを混同したりですね、えー、あるいは学習者から質問されない限り、わざわざ教師の方から必要ですかとご必要ですかの違いを教えたりする必要もないと思います。 はい、えー。こちらはですね、カードが使えない場合の想定会話ですね。えー、ここでも、えー、申し訳ありませんという、えー、表現は、あの、お客の側は使わないわけですよね。えー、ですので、えー、学習者は聞いて理解できればいいと思います。はい。えー、行動中心アプローチのロールプレイで大切なのは、えー、会話の例を覚えて正しく話せるかではありません。評価はすべて行動を見ます。 やるべき行動ができたかどうかですね。えー、ここではあの、自分の行きたい地域の地図を選ぶことができたかどうか、一番ですね。えー、それから、店員との話し合いで、えー、カードか現金の正しい方を店員に渡すことができたか、えー、それから、えー、必要なら、えー、レシートが、レシートがもらえたかどうかなどですね。文、えー、ラバスの考え方では、あの、 店員の言葉などでまだ教えてない言葉を混ぜるのは良くないことなんですけど、行動中心アプローチでは、えー、現実の現場に近いという神聖性ですね。つまり本物らしさが大切ですから、えー、ロールプレイの相手はですね、まだ習っていない言葉だけで話す必要はありません。えー、むしろ、えー、まだ習っていない言葉の中から知っている言葉を見つけて、えー、意味を考える練習などが必要ですから、 まだ習っていない言葉はむしろ必要なんですね。えー、繰り返しますが、えー、言葉や文法を知っていても実際の行動ができないのでは意味がありません。大切なのは知っているかどうかではなくて、その CDS ができるかどうかなわけですね。はい。それでは今回のビデオはここまでになります。次のビデオではレ、基金のロールプレイテストについてお話しします。